M3 チャンネルの金消しを塗装する動画シリーズ。今回は2023年秋に発売された金消しグミの第3弾に付属のチェーンがついた金消しチャーム。金消しグミはこれまで第1弾、第2弾と発売され、過去の金消しの造形を忠実に再現したグミが面白く人気のシリーズ。今回はそのグミの第3弾として30種類の造形を楽しめるが、全16種類の金消し過去造形がチェーン付きで付録としてついているという仕様でした。こんな感じでグミ本体のパッケージに付属する形で各袋1体ずつ金消しがついています。今回ついていたのはザ・ニンジャ C でした。塗装前の状態です。体長約4センチ、少し手と足が大きめにリフォルメされて作られた金消し独特の造形をしています。これは最新型ではなく、あくまでも1980年代の当時もの、レギュラーシリーズの頃の金消しの造形です。金消し、デカ消しを色塗りしているいつもの工程で塗装前の下処理をしていきます。煮沸して自立できるように曲がり癖を補正、表面の油分、ホコリを取ります。ベンジン付けして過塗剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させてミスタースーパークリアーツヤ消しを吹き付けて塗装下地を作る。そして塗装です。白銀の下地にしたシタデルカラーのアポシカリホワイト、ボディのメインカラーの下地としてグリフチャージャーグレイを使いました。素材は最近の金消しと同じく PVC でできています。塗装に際してチェーンは外して処理をしています。色塗りの様子はハイライトにまとめています。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階。水性アクリル塗料のシタデルカラーとファレホを併用しました。オール筆塗りで色付けしていきます。首巻きを赤、下地はブラッドエンジェルレッドです。黒の下地にはバシリカヌムグレイ。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所にはブラシを使って効率よく時短させながら塗装をしていきました。肌のカラーにはパレホのパンツァーエース肌色ハイライトカラーを使いました。黄色イアンデンイエロー、下地に用いた塗料がこちら。ここからは上塗りです。ファレホのゲームカラーブラックです。ファレホはスペイン発の水性アクリル塗料で、多くのカラーが粘性高く隠蔽力が強い、フィギュア塗装にはとても使い勝手の良い塗料です。赤の上塗りにシタデルカラーのメフィストンレッドを使いました。一番面積の大きいボディカラー紺色はシタデルカラーのベース、ナイトロードブルーで表現しました。シタデルカラーはイギリス発、ミニチュア塗装用の水性アクリル塗料です。ゲームズワークショップという会社から発売されています。このザ・ニンジャの造形は当時ものレギュラーシリーズの金消しではパート20でラインナップされていたものでした。銀色アイアンハンズスティールです。今回は学研の図鑑超人を参考にしながら原作カラーをイメージして着色しました。金ファレホのゲームカラーポリッシュドゴールド、胸の手裏剣マークです。目にはファレホのゲームカラーデッドホワイト。肌の上塗りにはシタデルカラーのコントラストスケルトンフォードを使いました。
色塗り後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアーを全体に吹き付け、乾燥させて完成。これがトップコートの役割を果たします。ザ・ニンジャは悪魔6騎士の一人で日本出身、超人強度は360万パワー。悪魔から正義超人に転身して超人特別機動警察隊としても活躍。塗装後がこちら。というわけで今回は金消し組に付属のチェーンがついた金消しチャームザ・忍者 C のペイントでした。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。